さんこんにちは、ヤマトです。今日は最近買った夏服について紹介したいと思います。ぜひ最後まで見てください。少し前にインスタグラムでやってほしい企画を募集してたんですけども、その中で服を紹介してほしいっていうコメントがいくつかあったんで、今日はそれを動画にしたいと思います。これからもやってほしい企画とかを動画にしていきたいと思うんで、ぜひコメントとかメッセージで送ってください。ということで今日は夏服を紹介したいと思うんで、早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあまず1着目はこちらです。じゃーん。これはノアの T シャツになります。ブルームエンブロイダード T っていうやつなんですけど、これは XL のサイズになります。で、まあ花柄の刺繍が入ってる T シャツになって、めっちゃいい感じの T シャツです。これは、まあ、以前の動画でも何回か着てて、すごいお気に入りの T シャツです。この花柄がすごいね、めっちゃ好きです。これは生地も良くてすごい着やすいですね。まあ、一回着てみましょう。こんな感じですね。これで XL のサイズになります。この刺繍がすごいめちゃくちゃいい感じで、しっかりとしてる刺繍ですね。で、XL のサイズはこんな感じで、これは値段が 12,100円でした。他にも白色とかピンク色とかもあったんですけど、まあ白色も良くて迷ったんですけど、まあ、黒にしました。次2着目紹介します。2着目はこちらです。じゃーん。これユニクロのドライリブカラータンクトップっていうタンクトップになります。値段が390円、めちゃくちゃ安かったです。さすがユニクロです。でこれは、まあ、僕はインナーとして着ようと思ってて、まあ、例えば夏とかシャツとか着ると思うんで、その中に着たいと思ってて、サイズは L サイズを購入しました。まあ、インナーなんでそこまで大きくなくてもいいかなと思ったんで L サイズにしました。で、まあ、最近結構こういったタンクトップだけのファッションとかもなんか多い気がしてて、まあ、これだけでも着れると思うんですけど、まあ、僕着たらちょっと農作業の人みたいになるんで、僕はまあインナーとして着ます。はい、はい、着てみました。こんな感じですね。もうなんかこれだけでももうなんか夏休みって感じ。蒸し網とかもですね。 L サイズ着てみましたけど、まあちょっとちっちゃいですね。まあインナーなんで全然これぐらいでいいかなと思います。これ390円やったら何枚か持っててもいいかなと思います。はい、次のアイテムはこちらです。じゃーん。これはハフで買いましたシャツですね。半袖のシャツになります。名前がワッフルポロっていうやつで、サイズは XL です。これは生地がね、あのワッフル生地になってて、めちゃくちゃ可愛いです。生地が前はねボタンになってるんで開けたりもできます。で、まあ、黒なんですけども、黒でハフっていう刺繍もついてていい感じです。これめっちゃ、じゃあ着てみますね。はい、着てみました。こんな感じです。 XL、まあ、いい感じの大きさですね。上まで締めるとこんな感じ。まあ、1個開けて、で中にさっきのユニクロのインナーをタンクトップ着てます。まあ、こんな感じですね。夏っぽい生地でめっちゃいい感じ。シンプルですけど生地がね可愛いんで、めっちゃいいアイテムです。これ買う時にもう一個緑っぽい色のやつもあって、めっちゃ可愛い色で、これもね買おうかなと迷ったんですけど、まあ、僕が来た時にあの病人みたいになってしまって、なんか介護必要な人みたいになってしまったんで、僕は黒にしましたけど、あの色もめっちゃ可愛い。僕がいつも着てるサイズ感はあんまりめちゃくちゃ大きすぎない感じが多いんですけど、ちょっとこれは大きい感じで着てます。じゃ次のアイテムはこちらです。じゃーん。はい、これもノアで買いました。ノアのデニムショーツになります。サイズは32になります。これめっちゃ可愛くないですか。花柄の面白い、なんか最近花柄めっちゃ好きですね。長さは結構長めな感じになってて、上はねなんかシンプルな白とかでもめっちゃいいと思います。まあ、インスタにもこれ履いた写真とかも載せたんですけど、これめっちゃお気に入りです。はい、履いてみました。こんな感じです。ちょうどっすね。
なんか結構ねズボンは派手なんですけど可愛くて好きです。僕結構ノアが好きでノアでなんかよく買ったりしてます。じゃあ次のアイテムを紹介したいと思います。次のアイテムがこちらです。じゃーん。はい、これはハフで買ったボトムスです。これはハフのツイルタックパンツってやつ。あ、白色、クリーム色かな、クリーム色、白っぽいんですけど真っ白じゃなくてちょっとクリームっぽい色のボトムスになります。まあ、筋トレしてる人って結構足が太い人が多いと思うんですけど、まあ、僕も結構足トレしてるんですけど、まあ、ワイドパンツ求めてお店に行って、まあ、試着室で履いてもなんか僕だけスキニーで出てくるみたいな、そういうこと結構あるんで、ボトムス結構サイズ感とか困ったりしてるんですけど、ハフは結構ワイドな感じのパンツが多いんで、僕は結構そのサイズ感が好きでいいなと思ってます。でこれはね結構生地が薄くて夏でも履けるかなと思うんで、まあ、白色やし夏っぽくていいなと思います。履いてみます。はい、履いてみました。こんな感じですね。すごいいい感じにゆったりとしててめちゃくちゃ履きやすいですね。僕でもこんな感じで履いてて楽ですね、このズボン。でポケット、左ポケットなんか2つもついてて、いろいろ入れられるような感じになってます。この体勢結構しんどい。この上の服とめちゃくちゃ合うかなと思ってていい感じだと思います。そしたら次のアイテム紹介します。次のアイテムはこちらです。じゃーん。次はね靴になります。これはビルケンストックの、スウェード生地の靴になります。これはめっちゃいい感じの靴ですね。で元々はサンダルを欲しくて、こういう形のサンダルのタイプがあるんですけど、ちょうど欲しいサイズがなくて、かかとがあるタイプの靴にしました。これ夏でも履けるし冬でもすごいいいと思います。このスウェードの生地がねめちゃくちゃ可愛くていい感じですね。で次が最後になります。最後に紹介するのがこちらです。じゃーん。バケットハットです。これはバーバリーのエンブロイダリーロココットンバケットハットっていうやつになります。この色がめちゃくちゃね可愛いです。なんか夏やしバケットハット欲しいなと思ってて、まあ、いろいろ探してたんですけど、これめちゃくちゃシンプルでちょっとね分かりづらいんですけど、ここにバーバリーと同じ色で書いてあって、あんまり目立たなくていい感じですね。パッと見バーバリーって分からない。中はこのバーバリーのチェック柄が入ってていい感じです。これも前の動画で被ってる動画があるんで、まあ、ぜひ見てください。でもね僕あんまりバケットハット似合わんってことを買ってから気づいて被ってみますね。こんな感じですね。結構深めな感じのハットになってます。すごい夏休み感が増しましたけど、まあ夏なんでいいんじゃないですかね。ということで今回最近買った夏アイテムをご紹介しました。まあ、どのアイテムも僕結構気に入ってるんで、この夏たくさん使いたいと思うんで、まあ、もしよかったら参考にしてみてください。これからもこういう普段使ってるものとかの紹介もしていけたらいいなと思うし、また動画を楽しみにしててください。今日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。もしこういう動画好きな人はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら次の動画でもまたお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。